などうしちゃった？どうもさん、くまちゃんありがとう。嘘、まさかのさ、イーストウエスト外れたってこと？うん、ウエスト当たった人、ウエスト当たった人、はーいって、ウエスト当たった人、どれぐらい売る？ウエスト当ててください。当たったって言ってください。誰か、そうですね、アイテムは10個ずつ皆さんお願いします。ありがとう。あとあの、ああー待って、確かに当たるだけでも奇跡。まあウエストが良かったけど、星の、あ、46分までだったっけ、6分。星投げカウントお願いします。星集めといてありがとう。イーストも少し出るんでしょう。いや、イーストはさ、イーストはでも少し出るって言ってもほぼ出ないよ。ほぼ出ないよ、多分わかんない、まだいろいろ決まってないっていうか、今まだレッスンとかやってない、やっちょらん、始まっちょらんからわからんけど、多分ほぼ出ない。あのウエストメインなんで、ウエスト徳陽さん、レインボースターありがとう。うん、だからさ、ウエスト当ててよ。ウエスト、兄ちゃんは何県代表ですか？何日本ですか？ソラノンが出たらとんかつポーズ。待って、とんかつポーズってどういうポーズ？どういうポーズ？必死でワサップさん探さんといかんやん、それ。ウエストに専念、そういうこと。そう、見るならウエストだよ、みんな。うん、ね、みんな来てください。ウエスト来てください。うん、あ、まだチャンスある。じゃあ当てて、待ってます。とんかつポーズは人差し指は何に当てる？待って、それさ、とんかつじゃない、それは豚さん。うん、南日本、違います。宮崎県代表の西日本メンバーです。ウエストだよ、みんな。ウエスト来てください。先行発売だからまだチャンスある。なるほど。じゃあ一般枠がある。じゃあ一般枠で皆さんぜひ待ってるね。そう、生誕セット届いた、やっと届いた。トメさん嬉しい、やっと届きました。皆さん、じゃあみんな着々と届いてるかな。じゃあ次のオンラインお話し会では生誕セットを身につけてる姿が見られそうですかね、皆さんの。うん、ぜひ飾ったり着用したり身につけたりしてください。カバンとか持ち歩いてくださいね。そう、今回は成人式の前撮りの写真をプリントしてあるので、特別なバッグになっております。そういえばなんか荷物届いてたの、生誕グッズだよ。それはきっと
昨日だろ、ダメだよ。当てるのだ。生誕グッズ明日届く。お、なぜか分からんけど僕の住所がちゃんと登録してなかった。不具合。こんばんは。やった。でも17日のオンラインに間に合ってほしかったね。せめて15日当日は難しくてもね、17日に届いてほしかったね。30日の初めてのオンラインお話し会見せるね。嬉しい。30日ってでも意外ともうすぐだよ。え、待って30日ってさ、あと10日後。え、10日後じゃん。早っ。8の日ダメだったので絶対楽しんでくれ。8の日に来てください。8の日に来てください。ヤス1983さん、タコさんありがとう。皆さん SMS 認証はお済みですか。忘れなく。そう、あのすごいもったいないことになってしまうので SMS 認証皆さんぜひ。はやぶさんありがとう。ちょっと待ってびっくりしちゃった。ちょっと待ってねくまちゃんがいっぱい。そうだ、みんなに見せたいものがあったんだ。ちょっと待って、ありがとう。ありがとう。こっちじゃなくてこっちがいいんだ。あ、待って、字間違ったかも。いや、あっちは。いやだ。いけ。おお、ママかわいい。はやぶさー、クマ10連かける3ありがとう。せーの、あっきーさん、タコさんありがとう。取れたかな。取れたかな。ありがとう。目が痛い。3つ目ちゃんと取れなかった。待って、3つ目のポーズ何したかわからん。取れたかな。明日
明日何？あ、そうだ、明日の日ってね、まだね、一つしか決めれてないんですよね。うん。取れた？よかった。ありがとう。ねえみんな、ねえみんな、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 みんな聞いてる？見てる？みんな、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 ねえちょっとさ、ちょっとさ、あ、そうだ、朝さ、朝かな、いつかの配信、うん、さっきの配信かな、さっきって言っても12時お昼の配信かな、でさ、スイカの話したやんか。何？31日元、あ、ルカさんの撮影会？おお、神戸から。なんか景色見せてよ。ありがとう、嬉しい。何？明日、足のの、何やろ？足のの、何？頑張って、なんかわからんけど、頑張って。教えて、星の部分。お昼は外でショールーム見たけど、イヤホン。新しいスマホペアリングしてなくて焦った。大丈夫やった？ひなたさん、くまちゃん、ありがとう、嬉しい、初めて、ありがとう。あ、そう、スイカの話、そうそうそう。ポーチさんがマホピョンさんのところ行ったって。さっきレミのルームにもった。ポーチさん、足のオペ、待って、足のオペ大丈夫？待って、足のオペってめっちゃ重大じゃん。え、じゃあさ、今さ、病院から見てくれてる？パクチーさん、パクチーさん、病院からですか？頑張って、本当応援してる。良くなりますように。入院してますってこと？うん、頑張って。うん。ね、怖いよね。いとちゃんさん、ゆきりんの次に推しです。え、嬉しい、ゆきりんさんと。同じ誕生日だからかな。嬉しい。ありがとうございます。サラのアバター出ない。当てて。そうそう、さっきの話、スイカの話したやん。お昼にスイカの話したの、みんな聞いたっけ？みんな聞きました？スイカの話したの聞いた？みんな。それでね、昨日何なんだっけ、あ、もう一回話すと、昨日ね、おじいちゃんから電話があったの。じいちゃんから電話あって、なんかお家にスイカがあるから、スイカを、そう、スイカを取りにおいでって、1回目電話あって、2回目はなんか取りに行くって言っちゃうのに、そう、なんかもう取りに来る前提で、今日取りに来る前提で、明日じいちゃんおらんかもしれんから、おらんやったら持って帰ってっていいよみたいな電話来たんですよ。そう、電話来たっちゃけど、それでねたら今日まさかのパパがスイカ持って帰ってきてくれました。スイカ届けてくれた神パパラブ。そう、わざわざ取りに行ってくれて、そう、わざわざ取りに行ってくれて、そう、そんな近くないのに、パン神。そう、それでねスイカね、ちっちゃめのスイカ言っちゃうけど、マダボールってわかる？この大きいスイカじゃなくて、マダボールわかる？スイカ、なんかちっちゃめのスイカ、ハンドボール、どれぐらい、ボールぐらいの、ハンドボールぐらいの、ハンドボール、まあハンドボールぐらいの大きさのスイカ持って帰ってきてくれて、え、そう、こだまのスイカ、ねそれでね、ふんちゃんね、なんとやっちゃったんですよ。
そうソフトボールくらいかな。そうそう小玉のせいか。そう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 こんばんは。そうでね、じゃまさかのやらかしちゃって、あっスイカを見せるとこれさ大丈夫かな、これね、これやっちゃうけど、え割りましたかってなんでわかる、みんな。そうパパが持って帰ってきてくれたスイカはこれやっちゃうけど、これお皿に乗ってる、これイエーイ、うんでね、それで、ね、本物はそうやっちゃうけど、あのさマミーがね、あのスイカを、あーちゃんがスイカを配信で、ちょうどお昼の配信でスイカの話したから、スイカ届いたよってショールームで言いたいって言って、で冷蔵庫で冷やすために、あスクショタイムまた後でも置けるわ。それでね、あと、あの後でショールームで、あのちょうどお昼話したからスイカ見せたいって言って、だから冷やす前にこうじゃあのずっと隣に置いてたの、隣に置いてたっていうか近くに置いてて、でショールームの準備するときに置い、あの何違う置いてあって隣に。それでね、あのうちゃんが立ち上がった瞬間にあのつまずきまして、つまずいたっていうかね、あのこけかかったの。そうこけかかった、苔がかって、ちょっと声長くなるけど苔がかっちゃって、でね、え、そう、あーなんかぶつかったと思って、もうこんななりよったって、こんなこけそうになりよって、あなんか硬いの踏んだわって思って、そうローラーかなって思ったの、ローラー踏んだかなってって思ったらね、まさかのスイカが隣にあったことを忘れちゃって、スイカで、そうで多分足が当たって、うちゃん今日さパパとマミーにスイカ割りしたいってスイカ届いた瞬間に話したのに、まさかのあのスイカ割り自分の足でしてしまいました。まさかのスイカの足、そうスイカ割り足で、知らないうちにうちゃんちゃんとちゃんと自分で目隠ししてスイカ割りしたかったのに勝手にスイカ割りしてしまって、もう汁が出ちゃってるんですよ。そういやお皿に入れて隣に置いてたの、ショールーム始まる前にここに持ってくるために、うんちゃんはスイカをマミが隣に置いててくれたんです、忘れるから。足でスイカ割りって初めて聞いたん。そりゃそうだよね、やっちまったよ本当に本当に、あいたた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 、そうそうなの、だから冷やしたら食べる、見てこれ見て、スイカ割りしちゃったよ、ほんとスイカ割り綺麗にうちゃんの足によって割れました。綺麗に割れたよね、でも綺麗に割れたわ、綺麗にスイカ割りしちゃいました、まあ、べちょべちょじゃないのね、ね綺麗に割れてるよ、見事お見事、うんうんスイカ割りは棒で叩くんだよって、初めて足で割った、え、なんかめっちゃ綺麗に割れたの、そう足の方が多分綺麗に割れるよ、みんな足でやってみな、みんな棒じゃなくて、棒だとぐちゃぐちゃになっちゃうよ、まあみんな苔かかってみれば綺麗に割れますよ、え、もうやっちゃったよねこれ、鋭すぎる、うちの包丁で切ったみたいに綺麗に割れた、そう海が、あ割れたねって出てきて、え待ってって言って
ふちゃんはローラーとも言ったから下にあるの、あの見てみたらまさかのスイカで終わったって思った。そう、足で割ったらこうなるらしいです、スイカちゃん。じゃあスクショしてください、ぜひ。せーの、待って、イヤホン外したい。そう、インドネシアからカナルカのムササラの口コルミサラーン、ツイッターインスタグラムフォローミーテルマカシー。そう、いや、そうなの、そうね、どうしたらそんな風になるの。普通に立ち上がろうとしたらアリアリアリアってなって、カズニーさん、タカさん、ありがとう、アリアリアリアってなって、本当にゆうちゃん、あのおっとってこけそうになったの。そう、だからスイカが割れてましたよ隣で。ある意味そう、すごいでしょ。そうそう、あのおーってなって、で、あの割れたねーって言われて隣で、で、そう、一緒で割れたところをよく見せてください。ちょっと待って、じゃあ割れてないところから撮っていくよ。せーの、うん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 、せーの、せーうん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 、うんうんうん、取れました、取れました、スイカ取れました、いけたかな。そう、手足が包丁になるらしい。ほんま綺麗に割れちょるわ、ほんとにスイカちゃん、大したもんだよ君は。そうそう、綺麗に職人レベルだわ、ふちゃん、ふちゃんの包丁は包丁よりも切れます、きっと切ったみたいに。そうなってんのよスイカ、よく今日まで頑張ってきたね、もうすぐ食べてあげるからね。うちの娘みたい、イエイ、娘ちゃん。そう、特殊能力、スカちゃん大したもんだよ、今日までこんなに大きく育ってきてくれてありがとう。でもそろそろふんちゃんはあなたを食べるよ。でもパカッては割れんやった、ごめんね、今日まで頑張って生きてくれたけど、育ってきてくれたけど、ふんちゃんそろそろお前を食べるよ。うちの庭にもスイカある、ほんと？え、割りに行っていいってこと？うちの大根を踏んでもらっていいですか？サラダにするんでって、面白い。サラダにするならまあ袋をして踏みますね。フォローしました、ありがとう。ぜひツイッターもインスタグラムも僕の分もサラダ味わって食べてなって、責任持って味わって食べたいと思います、家族で。うちのスイカを割りに行こうかな、さやのんちゃんとこ、うん、そう
スイカ、スイカ割りしたいからさ、みんなスイカちょうだい。スイカが欲しい、みーちゃん。スイカ欲しいです。みんなスイカ送ってください。嘘です。嘘です、嘘です。スイカ大好きなんで。あの、お家の庭でスイカ育てたよとか、畑でスイカ育ててるよって方いたら、空のまで送ってください。スイカ割ります。スイカ割りしたいです。そう。スイカ割りたいので、スイカ割りしたいので、大きいスイカがいいです。でも、うん。メロンと桃あるけどスイカはないです。え、メロンも？嘘。メロン？メロン。メロンジュースちゃった。どんなジュース？メロン。いいね、メロン。いいかも、メロン。メロンとスイカ、間違えた。メロンと桃も欲しい。わ、はやぶさん。ありがとう。びっくり。ありがとう。スイカにお金を入れて送りますね。いや、お金は嫌です。あの、スイカが欲しいです。スイカが欲しい。リボンちゃん、ハートありがとう。カラスのカコさん、花束ありがとう。嬉しい。北海道のメロンが、北海道で買ったメロンが届いた。え、それふちゃんの分じゃなかったと。ふちゃんに送るねって聞いたんちゃけど、夕張メロン。あら、夕張メロン届いてないぞ。夕張メロン届いちょらんぞ。現金よりスイカが欲しいです。うん、今はスイカの気分なんで、スイカが欲しいです。スイカ、スイカベイビー、世界で一番好きだよ。じゃあ、いやでも高級なスイカはまあまあまあ割り心地はいいかもしれませんけれども、あの、もったいないんで割るには、あの、まあ大きいスイカがいいです。とりあえず桃に集中してる。もうなんてことを、親父、なんてことを。ゆんちゃんのためにスイカを作ってくれ。ね、スイカの早食いは無理。あの、スイカはさ、スイカってさ、あの、種あるやん。種あるからゆっくり食べたいよね、普通に。スイカのエルをお皿のように車で送ります。え、本当にレッチン。リボンちゃん、タコさんありがとう。うん、星投げとカウントありがとう。スイカに塩かけません。まあ、かけたことはある。ケントレーさん、タコさんありがとう。親父に伝えておきますね。親父に伝えてくれ。サラのために、あの、スイカを作ってほしいと。別荘でスイカ作ろう、作ろう。と歪んじゃった、クマちゃん。言ってくれれば家の庭でスイカ栽培したのに。え、今から始めましょう。ブラック、何、何やろ。スイカの種食べません。あの、ジャシャリ言うのなんかちょっと悲しいってなるよね。そう、なんかちょっと前までおじいちゃんがスイカ栽培しよって、スイカ栽培っていうかスイカ作りよって、毎年夏の楽しみで、今年はダメやったとか、今年はできたから
トリおいでとか言ったっちゃけどね。そう、パパイヤマンゴーココナッツ、はやぶさー、くまちゃんありがとう、2つありがとう、せーの、うん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 、イエイ。スイカ届けると踏まれます。いや踏みません、あの棒でちゃんと終わります。かき氷メロン味、ベロを出したらゾンビだ。今日の一言、サーロンの近くにスイカ置くな。違う、サーロンの近くにスイカを置くろう。サーロンはスイカ割りをしたいですね。ココナッツ市長よ、ももクロさん好きやった。そう、今本当にスイカめちゃくちゃ店で売れてますって。え、嘘、スイカ、じゃあさ、スイカ、スイカよろしくベイベー。うん、無理せんでね、ありがとう。アッキーさん、タコさんありがとう。え、じゃあももクロさん詳しいのって。え、ももいろクローバー Z さんは、あのね、いとこがあれね、いつやったかな、小学生ぐらいの時にめっちゃハマっちゃって、それでね、そう、次はちゃんと棒でします。はい、走るずちも好き。そう、ぶっちゃん、たくさんありがとう。はやぶさ待って、ありがとう、嬉しい。そう、なんかそれで、ももクロさんめっちゃハマっちゃって、そう、 CD とかアルバムとかいとこがめっちゃ持ってて、あのいとこのお家泊まりに行く時とか車の中でもう永遠にももクロさん聴いてる時期があったから、そう、それでめっちゃあの好きになりましたっていうか、よく聴いてました、聴いてる時期があった。うちはひたすら AKB 大好きやったけど、いとこはそう AKB も、 AKB がと一緒に好き、ん、 AKB を一緒に好きになって、でももクロさんも好きになってみたいな。そう、走れめっちゃいいよね、わかる。えー、よかれたの、すごい、もののふさん、あれ、もののふやったっけ、もののふさんですか。走る好き、わかる、ちゃんも。え、西武ドーム行きました、嘘。あ、もののふだよね、あれ、もものふ、もものふ、もものふ、どっちちょっとわかんなくなっちゃった。友達に誘われて、なるほど、ぶっちゃん、たこさんありがとう、そういうことか。もものふ、ごめんなさい、はい、もものふ、もものふ、あ、どっちだ、うん、なんだっけな、あれも好き、待って、笑顔が止まらないわさ、あれやん、走れやん、違う、なんだっけな、なんやったっけな、もののふよね、よかったよかった、うん、え、なんやったかな、待って待って、今出てこん、
て。あ、かわいいこれ。今パッと出てこんけど、そう、すごい。はい、はやぶさーありがとう。2本じゃない、くま10連2個ありがとう。せーの、うん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 、ありがとう。そう、あ、待って、明日のスケジュール、やば、あと5分6分7分くらいしかない。ちょっと待って、やばいね、ちょっと待って、やばいね、やばいね、やばいよ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 、やばいよやばいよ、ちょっと待って。あ、そう、明日は手が鉄道さんになっちゃった。明日は待って、やばいよ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 ちょっと待って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 、やばいよ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 、あと6分、やばいよやばいよ、サノン急ぐんだ。今日の配信おしまいって、今日は終わりです。じゃあ今日何時間配信したかちょっと分からんちゃけどさ、みんな数えてる？みんな数えてないよね、そんな暇ないよね、みんな、みんなありがとう。755にするんですけど、明日はね、明日とりあえず朝は8時でよろしかったですか？朝は8時でよろしかったですか？やばいよやばいよ45分、あ、朝はね1時間ぐらいしたの。そう、朝1時間ぐらいしたの。2時間45分ってことかな。8時でよき、ほんと？じゃあ明日は8時から、朝は8時から9時、どう？8時から9時でいい？うん、さ、今日朝割とね、ファンの皆さんが見に来てくださるんですよ。そう、出勤前に。そうで、45分じゃなんか短かったから、8時からどうですか？8時、待って、7月の21日、明日って何曜日の？木曜日ね、ラジャン。8時から9時とか、どうですか？いい？ほんと？あなた、最近いろんなキャラ出てきてます。嘘？そんな？うん。明日も寝起きで見れますかね？あ、明日は寝起きにならないように頑張ります。国曜さん、ラブレターありがとう。じゃあ明日は、あ、3分前ありがとう。8時から9時、あ、でもこれ超えても3時間に今日満たないので大丈夫です。このうちの雑談が終わるまでというか、はい、やりたいと思います。え、あと何分余裕ある？すーちゃん、待って待って待って、あと何分余裕あるのかがわからん。
と何分余裕あるんかな。みーちゃん、2時間。あ、でも、え、わかんない。まあ、とりあえず10分ぐらいはある。10分ぐらいはあるね。 OK。 寝起き5分で配信スタートに来たい。絶対嫌です。ね、とりあえずランキング読もっか。30分ぐらい余裕ある。ほんと？とりあえずじゃあランキングだけ読んでおくわ。ありがとう。12カラスのカッコさん、ありがとう。11国陽さん、ありがとう。10ガチャマンさん、ありがとう。ありがとう。8ケントレさん、ありがとう。7リュウさん、ありがとう。6ヤス1983さん、ありがとう。5位はサッピさん、ありがとう。4位リボンさん、ありがとう。3位カズ兄さん、あと360日、ありがとう。2位アキさん、ありがとう。そして1位はハヤブサ300ガットマックスソラダチさんでした。たくさんありがとう。はい、じゃんけんもしとくか。じゃんけんもちょっとやっとこうか。ちょっと急ぎ足にはなってしまったんですが、今日の晩ご飯はゴーヤチャンプルとわかめのお味噌汁とご飯、最高。え、レベルアップできた。ありがとう。なんかそうやって喜んでくれて。せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけんぽいぽい。チョキですよ、チョキですよ。ありがとうございます。はい、じゃあ明日は7時から9時は確定で、だから捨て星は、捨て星が7時15分。はい、これは決まり。グーかと思いきやチョキです。そうだよね、グーと思ったよね。はい、こちらは決まりとなっておりますが、その後はですね、そう7時15分捨て星最高。じゃあの誕生日、あのなんだっけ、あ、その後は多分夜は、待って夜は、待って夜はね、7時とか6時とか8時ぐらい配信できるよ。何時がいいですか。ちょっと希望を、じゃあ奈良午後に帰ってください。いや待って、決めるわ。ふーちゃんが、待って、7時台と8時台どっちが見やすいですか。7時台か8時台に配信しようかな。6時がいい？ 6 時でもいいけど、6時台でもいいけど。明日ね、お昼はねちょっとむずいかも。明日お昼はちょっと難しいかもしんないから、そうだね、夕方以降になるかも。朝の次は夜かもしんない。ごめんなさい。うん、早いのがいい？ 6 時ぐらいってこと？ 5 時ぐらいとか？ 5 時とかがいい？あ、まあ、5時からでも、5時以降いいよ、全然。5時以降なら、いけます。うん。4時以降？ 4 時以降ならいいよ。4時以降。8時以降も希望？夜は8時台がいい。じゃあまあ7午後に帰ってください。それをもう一度、じゃあ6時台と8時台にする。朝夕方夜、じゃあ1時間ずつってこと。そういうこと。うん、じゃあ明日は朝は8時から9時で、その後は4時以降かな。3時以降、4時以降、3時か4時以降でやっていきたいと思いますので、皆さん、星投げ、
星集め星投げカウントよろしくお願いします。5時以降がいい？ほんと？じゃあ5時以降とかでもいいけどやっていきたい。じゃあもしかしたら5時から6時ぐらいと8時から9時ぐらい なるかもしれんけど、まあまた考えますね。ちょっと分けた方が良さそうだったら分けたりもしようかな。じゃあ皆さん見てくださってありがとうございました。今日も明日も応援よろしくお願いします。それではおやすみなさい。バイバーイ。みんなありがとう。ありがとう。バイバイ。